栗平駅南口栗平駅ホーム。栗平駅は神奈川県川崎市麻生区栗平2丁目にある小田急電鉄多摩線の駅である。駅番号は OT02。開業は1974年であるが、2000年代前半より、新宿や表参道、大手町など都心へのアクセスの利便性と自然が多く、残る町並みとして小田急電鉄が、 多摩線沿線の活性化に乗り出し、特に2003年の急行停車駅追加以降、小田急不動産などの大手デベロッパーによるマンションや、建て売り一戸建てが積極的に販売され、利用者が増加傾向にある。2018年には多摩線で快速急行の運行が開始され、新宿までの所要時間が30分未満と大きく短縮されている。駅周辺にはマンションが多く、 駅から少し離れると、小ての住宅街が広がる、住宅地を中心とする駅である。駅との高低差が少ない駅北口周辺は、小田急マルシェや小田急オックス、コンビニ、飲食店、個人地民、ドラッグストアなどの商業施設が多くある。南口は丘陵である土地から商業施設は少ない。北口は駐輪場があるほか 東京都稲城市平尾に接し平尾団地からの利用者や稲城市コミュニティバスのバス停があることから利用者が多い。南口は東京都町田市新工事、広場鎌にそれぞれ接しているがアクセスするバス停はない。霧光学園があるため通学時間帯は利用者が多い。通勤ラッシュの時間帯には特に上り方面のホームには春日野駅。 黒川駅の通勤急行の乗り換え駅であることも、あり人が、たくさんいるために混雑している。栗平駅改札口付近の窓からは、黒川駅、北口からは、川崎マイコンシティが見える。川崎マイコンシティでは、黒川駅行きの循環バスがあるが、栗平駅寄りの場所にある会社は当駅を利用している。駅舎所在地がかつてあった、鈴木郡、栗木村にあり、ホーム所在地もかつてあった。 続き軍片平村にあったことから、双方の村の文字を取り、栗平となる。その後、駅周辺の町名も、栗平と命名された。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。南側にも、南口として改札口が設置されており、これは、最寄り駅となっている、学校法人義理工学園生徒の利用による、 混雑対策と付近住民の要望によるものである。最寄り駅とはいえ、栗平駅から霧光学園までは徒歩で15分ほどかかる。多摩旋回通時は将来の島式ホームに目4000への拡張を見込んだ用地及びホーム形状として設計されたが、その後エレベーター設置や改札口の増設などで4000化はできない施設配置となった。 2004年末から2006年2月まで駅構内を改装。ホームの屋根に駅構内の電力に利用するための太陽光発電を行う発電パネルが設置され、2006年1月31日から使用されている。京城駅舎内中央の改札口前に売店があったが、2018年に閉店した。2006年に駅改修工事を施行したが、 ホームの福音などは広がっておらず、朝の通勤時間帯は非常に混雑している。2010年度に行き先案内表示機が設置された。小田急バスにより運行されている。バス停名は栗平駅である。2020年度の1日平均乗降人員は18,641人である。小田急線全70駅中42位。近年の乗降人員。 乗車人員の推移は、下評の通り、ありがとうございます。